レミアか。さあ飛び出した14頭、まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ってバイバイイン、それから離されまして、内から1頭キングソロモン、そして外からはシャングリラ、それから9番シッポリニュータッチ、そのうちにゴロ、それから3番パジャマザベラ、そしてその後ろからアンマッチ。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。バイバイキン先頭大きくリード、赤い帽子アステカ、黒い帽子カープの滝登り、外から懸命につけすぎぶる、一発二発とムチが飛んでバイバイキンだ先頭だ、カープの滝登りが二番手、キングソロモンだ二番手、二番カープの滝登りキングソロモン先頭に立った、一着キングソロモン二着つけすぎぶる。6番、2着、12番、3着、2番、以上のように確定しました。